今回もフリーマーケットでお宝ハンターしていきましょう。今回はね、古着屋さんが結構来てましたからね。さあ、ここのブース、お、にゃんこ先生もいるな。そこの方はね、ブースは割と一般の方が出してるって感じ。お、100円じゃん。これ買えばよかったかな。結構後で公開するパターンなんだよな。会話するというか、これ可愛いよね。なんかお手玉みたいなぬいぐるみ。何のやつだろうね。こういうキャラクターがいるのかな。にアニメがあるのかな。で、古着もあるんだけど、ここもね、レディースが多い感じですね。まあ女の方がね、出してるんでね。そうなんですよ。さあ、そして、そう、今ね、ちょっと隣のね、お客さんが話しかけてきたんで、ちょっと喋ってました。こっちは今品出し途中だね。よく来てるブースで、ぬいぐるみとかね、キャラクターグッズがいっぱいあるブースかな。こっちはプライズとかがあるね。ここもよく来てるブースだね。プライズ品が多いね。どっから仕入れてきてるのかな。ゲーセン行きまくってる感あるよな。で、3個100円ここにあって、あとはね、結構おばあさんが出店なんで、レディースの服ばっかりですね。さあ、どこだどこだ。ね、今回ね、やっぱね、狙い目はね、あ、これね、メダカスキーとか。今回メダカのね、ブースがね、3ブースぐらいありました。今メダカって繁殖期なのかな。メダカスキーが2箇所ぐらいあった気がする。で、メダカのブース3箇所ぐらいあったのかな。2、3箇所あった。うちのメダカもかなりね、育ってるっていうか増えてるんだけど、やっぱプロだからもっと増やすんだろうな。だからメダカ多かった。メダカすくいね、結構子供たちが楽しそうにやってたよ。僕もやってもよかったんだけど、まあメダカうちにいるしなと思ってやんなかった。まあこれね、9月の頭ぐらいだから、その時期なのかなっていう。さあ、来ましたよ、古着山積みブース。このね、なんか場所によって値段を変えてる感じですね。ここは1個500円、ここは1個300円、ここは200円みたいな。で、どんどん品物が出されてて、みんながね、どんどん取ってってる感じですね。お、アウトドアのリュックだ。僕ね、このアウトドアのこのタイプのリュックいっぱい持ってるんだよね。やっぱ好きなのかな。使いやすいんですよね。今使ってるやつも確かそうなんだよ。で、ベルトがついてた。なんかこれもまあ柄的には悪くないんだけど、値段も300円なんだけど、この直前にね、50円で T シャツ買ったばっかだから、300円が結構高く感じるっていう金銭感覚バグが起きてました。これなんかね、面白いよね。こういう、ね、網のバッグみたいな。ぬいぐるみ入れたりするのにいいかなと思ったんだけどね。お、ディズニーの T シャツ。ちょっとレトロっぽいね。最近のじゃないと思うんだよな。ディズニーランドとかで売ってたやつかな。みんな漁ってるな。やばいやばい。お宝取られちゃうぞ。急がないと。僕もね、この先頭に立って漁らなきゃいけないんだけど、なかなかね、いいのがあるかな。そう、ジーパンとかそういうズボン系は欲しいんだよね。特にジーパンはフリマで買いたいんだけど、なかなかサイズがぴったりのがなくて。お、これいいじゃん。サイズが合わなかったのかな。買えばよかったかな。200円か、今の場所激安だな。お、クッションとかもあるんだ。ツイステね。ツイステは今すごい、どのお店も余ってるよね。だから100円なんだね。クッション100円っていいよな。お、ドラゴンボールじゃん。で、もう一個ツイステもある。ふくふく。なんかあるかな。これね、掘り出すとなんかあったりするからね、目視で確認できなくても。お、アディダスのパーカーかな。よくこういうの女の子着てるよね。アディダス系300円とか200円で出ちゃうんだね。あとバッグやっぱ欲しいね、安ければ。まあバッグもいっぱい持ってるんだけど、まあ300円200円とかだったらね、バッグいいよなって思います。で、今回もう一個気になったのがこっちなんだよね。これディッキーズのなんていうの、斜め掛けバッグ、ちっちゃめの。これ意外とリサイクルショップ巡りするときとか便利だったりするんだよな、この感じ。
財布とモバイルバッテリーと Wi-Fi さえ入ればいいからちょうどいいサイズではあった。まあ、ディッキーズのバッグってあんまり高くはないけど、もともとね。でもちょっと300円ならかなり安いですね。紐とかも傷んでないかなって確認してます。お、こっちもリュックあるじゃん。これもなんかのブランドかな。そう、今手に持ってはいるんだけど結局買わなかったんだよね、金銭感覚 バグで。お、これなんか和柄で可愛いね。これもリュックじゃん。色合い的にはいいけど、まあそう、汚れがあったんか。ディッキーズ今のも。お、半ズボンだ。半ズボン欲しいんだよね。だからなかなかサイズとデザインと柄ね、あとなんかその丈の長さとで欲しいのが見当たらないっていうね。お、なんかウィンブレ。これからの時期の服もね、どんどん出てますね。秋物とか冬物とかね。今これね検品してます。どうすかなーっつって。あと中も見ないとね、中が結構傷んでることもあって、一回それで失敗したことあるんだよね、フリマで。中ボロボロみたいな時あったから、中もチェックして結局大丈夫だったんだけど買わなかったんですよ。普段だったら買ってるけど、この日はね金銭感覚がおかしくなってるから。 T シャツ1枚50円の世界に生きてるから。お、かわいい。ティッシュカバーかな、これ。これもディズニーリゾートで売ってたやつだから多分元は高いんだよね。ただこのデザインを使うかって言ったらなってなっちゃうから、まあ可愛いけどね。そう、ディッキーズももうちょっとデザインがね奇抜だったらよかったんだけど、地味かなっていうね。お、これは T シャツかな。あ、ワニマの T シャツじゃん。ワニマのグッズかな。ワニマってあの歌手っていうかアーティストかな。お、帽子、これなんかデザインいいよね。パーカーみたいなのある。こっちは300円だったんだね。でこっち500円ゾーンもあるって感じかな。もうね、あの店員さんっていうかこの出店してる人がもう目利きでこの山から値段を分けてる感じで、一袋いくらとか、一袋1500円とかでも売ってたんだよね。もう中確認せずに買ってくださいみたいな、この袋に入ったやつとかで。こっちの革ジャンとかは結構値段しましたね。なんか1000円とかそれ以上。これいくらか聞いてないけど、L サイズだからな、もうちょっと大きければ買いたかったけど。革ジャンもね2000円ぐらいやったら全然安いけどね。結構人多くなってるね。でも日本だから偉いからみんなマスクしてますよ。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだろうけど、海外の動画見るともう誰もしてないからびっくりだよね。海外のフリマ動画よく見るんだけど。お、靴もあったね。靴もね、箱入りとかだとね、みんな結構買ってってますよ。もうサイズが合えば買うよみたいな。おー、アウター系結構あるね。まあアウター系もこの値段なら安いんだけどね。ただこれからの時期また古着が増えてほしいな。秋物とかまた古着で揃えたい。てかフリマで揃えたい。でこっちはね、あの若い夫婦みたいな感じの人がやってたんだけど、子供服が多かったかな。子供服はさすがにね持っててもなってとこなんで。でこのブースね、このブースも安いんだよね。もう50円100円とかでぬいぐるみとか買えちゃうんで、まあ、この大きいぬいぐるみはもうちょっと値段したかな、うん、結構宝がいっぱいある感じしました。いやー、フリマ動画面白いな。はい、ということで今回のフリマはねこれで以上になります。また行ってくるんで動画作ります。それではまた、バイバーイ。